ビールのスタイルの一つである。液色が同色といった赤い色であることが多い。ビアスタイルガイドライン1208では、レッドエールそのものは記載されておらず、以下のいずれかを指して、レッドエールと呼んでいることが多い。アイリッシュスタイルレッドエールは、アイルランド発祥のエール。アイリッシュエールとも呼ばれる。代表的な銘柄として、キルケニーが挙げられる。 ビアスタイルガイドライン1208では、アイリッシュスタイルレッドエールを一家のように定義している。アメリカンスタイルアンバー、単にアンバーエール、レッドエールと呼ばれることもある。アメリカが収穫発祥のエール。アメリカ品種のホップを使用し、苦味とフレーバーが際立っていることが特徴。ビアスタイルガイドライン1208では、アメリカンスタイルアンバーを一家のように定義している。 インペリアルレッドエール。単にインペリアル、またはダブルレッドエールと呼ばれることもある。アメリカが衆国発祥のエール。アメリカンアンバーエールよりもさらに高いアルコール度数と苦みが特徴。使用するホップはアメリカ品種に限らず、英国品種、ドイツ品種でも良い。ビアスタイルガイドライン1208では、インペリアルレッドエールを一家のように定義している。フランダースレッドエールは、 ベルギーのウエストイコールフランで練習が発祥のエール。製品によって強弱はあるものの乳酸味があるのが特徴。ビアスタイルガイドライン1208ではフランダースレッドエールを以下のように定義している。ありがとうございます。